こんにちは。こんにちは。ですね、ちょっとノーメイク、まだノーメイクなんですけど、で前髪もセットしてない。この人はもうセットしてくれ。 S ちゃんです。 S です。どうもこんにちは。こんにちは。で今日はちょっと他にもいるんですけど、お友達とね、はい、海じゃない海行きます。見て前髪今日は海です。はい、違います。お祭りに行くんですけど、ちょっとね今ね急遽お祭りの場所を変えるっていう、はい、で浴衣を着るか着ないか、はい、どっちがいい。どうしよう。でも私靴厚底だぜ。浴衣に厚底ってどうなん。確かに。ママに聞く。ママ絶対洗濯物干してんじゃん。ねママ、はい、S ちゃん靴厚底なんだってよ。変じゃない？すげえだ。去年さ、ビーザン履いてるね。ビーザンとかちょっと待って。ちょっと髪の毛にピンクつけたんですけど、ちょっとチャラいからやめようかなとか。ね、あの青切れてるよ顔が。ちょっとママ戻ってくるまで。行けよ。てさあまだノーメイクですよ私。本当だ、気づかなかった。ということで今日はお家でピクニック。お家でピクニック。お弁当を食べます。エシちゃんお弁当持ってきたんだよね。そう、私はわざわざママに作ってもらいました。入れてもらえ。そうだっけ。ちょっと足いいですか。ごめんなさい長くて。長くて私も長いからさ、しまえないんだよねここに。はい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 。ね、すいません、すいませんでした。じゃあお弁当の紙を一緒にね見ていきましょうか。私はサンドイッチ2個いつも毎日最近食べてるやつと、ね、なんか毎日食べてるよ。でこれおかずね。ねすごい。はい、お弁当です。お姉ちゃんはこれ何。ママアメリカンドッグ。最高。おお、おいしそう。じゃあ見せてもらってもいいですか。え、ママが人様に見せるようなお弁当じゃないって。めちゃめちゃおいしそう。おいしそう。いただきましょう。いただきます。スクランブルエッグ食べようかな。うまっ。うんうん。おいしい。うんうん。よかった。エシちゃんは髪型お団子だっけ。うん、お団子。この長さでいけますか。はい、私何しようかな。去年どういう感じだったっけ。で、結局結局、浴衣着ることになりました。エシちゃんが紫の浴衣で、私ピンクの浴衣着ます。おいしい。よかったね。さっき笑いすぎてさ、喉がおかしいんだけど、ちょっと。なんかさ、人のお尻でさ、太鼓達人やってんの。面白かった。なんだっけ曲あれ。新時代。うん。あ、ほんとプリケツが。浴衣でさ、髪の毛アップ以外の髪型ってあんのかな。なんかちょっと下ろしてるってわけじゃないけど。浴衣は、着物とかは聞いたことあるけど、浴衣はないか。あんまりどうなんだ。ないわけじゃないだろうけど。うん。じゃあアップでいいや。後でなんかまた調べときます。先髪の毛やって、うん、で、着付けそう、最後に着付けね。パパは隅っこでん携帯隅っこぐらいじゃんって。じゃあ、新しいキャラクター作んなきゃ。うん、おじさん。おじさんゆっくり食べます。はい、食べ終わりました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。じゃあ、まあ、もう多分ママ髪の毛やるんですけど、うん、多分 S ちゃんから先にやるので、 S ちゃんがやってる間ちょっと私メイクしちゃって、私髪の毛やって S ちゃん着付けして、私着付けしてもらおうかなと思います。じゃあ楽しもう。じゃあお部屋に行きましょう。 Go Go。 はい、 S ちゃんの髪の毛をやります。今これぐらいね、こんな感じです。じゃあいきます。3やって。え、3、2、1ドン。はい、できました。はい、じゃあゆっくり回ってください。みろこさん、こんな感じです。
あ、いい感じだね。あ、いい感じ、いい感じ。はい、こんな感じになりました、Sちゃんは。ね、三つ編みをちょっと入れてみました。ちょっとこっちね。どうですか？めっちゃ可愛い。よかったです。ありがとうございます。はい、はい、次は青ちゃんです。青ちゃん、ちょっとさ、後ろちゃんとパサッとやって。はい、こんな感じの。いつもたらでまっすぐね、今ね。はい、じゃあこれもカウントダウンしますか。3、2、1、ドン。はい、できます。できました。はい、いいよ、ぐるっと回って。はい、はい、あちゃんも、ね、同じようにちょっと分かりづらいんだけど、三つ編みを入れてみたり、何気に花が一緒だったり。エスちゃん横に並べる。ちょっと似たお揃い風な髪型にしました。どう、大丈夫？うん、よかった。はい、浴衣着たいです、早く。はい、はい、浴衣着ました。キゴキゴ言う、黒くて。はい、後ろ見てください。あ、いい感じだね、ギコギコ言うね。いいね、どうですか？いいと思います。浴衣ね。はい、じゃあ、エスちゃんも。エスちゃんも登場です。はい、エスちゃんも浴衣です。はい、いい感じ。後ろもリボン、かわいいんだろう、はい、リボンにしました、今回は。いいね、かわいい。はい、おやつタイムです。エスちゃんがお菓子を持ってきてくれました。じゃじゃん、ありがとう。いただきたいと思います。いただきます。いただきます。うまっ。ちょっとカメラ越しに皆さん、さっき見たらさ、すごい浴衣だと映えるね。ね、うん、今日の財布です。ピンクで青でしょ。うまっ。あーきつこんなもんだよね、浴衣って。今回初めてなんだよね、一緒にお祭り行くの、うん、なんでかんで言って。去年受験だったし、うん、いいね。ちなみに今日目標にしてる食べたいものは、いちご飴。私はきゅうりといちご飴です。あ、きゅうりも食べたい。そうね、塩分取った方がいいから。塩分取ろう。あ、あれ持った、タブレット、塩分チャージ持ってよ。めっちゃ買ったじゃん、ママ、うん、いっぱい持ってください。はい、エスちゃんのバッグにもちょっと入れといて。うん、てかさ、うん、めっちゃ話変わるけど話していい？いいよ。話したいことがある。ん？今年プール行きたい。うん、行こうね。ここで約束したからも。うん、お泊まりか8月ぐらいにする予定なんだけど、プール次の日行きたいねって話を。うん、行きたい。いいね。え、スライダー乗れる人？乗ったことない。1回しかないけど記憶ない。乗ろうね、じゃあ。ちゃんとしたスライダーはやったことないけど、なんか滑り台みたいなのだったらある。ボコボコしてる滑り台、痛かったほしい。パパと行った時に、ね、行ったことある。私の夏は一緒に青春、めっちゃ怒るんだよ。ねね。じゃあ、あと20分後ぐらいに茹でるんで、それまでゆっくりお菓子食べてます。すごいタイミング一緒だった。なんかお祭りで動画撮れないんだけど、ちょっとあの加工ありで、すみません、加工ありで申し訳ないです。縦動画で加工ありのちょっと動画だけ撮らせていただきます。ちょっとだけそれを差し込むのね、はい、最後にね。はい、なんで最後まで見てくださいということで、お願いします。では行きますか。ちょっと今日暑いから本当気をつけて水分いっぱい取ってね。はい、せーの、行ってきます。いらっしゃい。友達が買ったやつつけてます。つけてます。何これ、キツネ？分かんない、キツネかな。いい感じ。はい、バイバイ。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。